はい、こんにちは。全陽堂山本整骨院橋本です。今回は肩のインナーマッスルの、簡単なトレーニング方法についてお伝えしていきます。インナーマッスルというのは、肩の表面というよりはその奥深いところにある筋肉になります。服を脱いで裸になった時に表面に見えるモリモリっとした筋肉、これはアウターマッスルと呼ばれるんですけども、それを、剥がしてその奥深いところにあるのがインナーマッスルになります。でこのインナーマッスルっていうのは肩の関節にとってすごく重要な役割をしていきます。どんな重要な役割をするかというと、まず肩ってすごくいろんな方向に動かすことができるじゃないですか。でいろんな方向に動かせる分すごく実は不安定な関節なんですよ。よく関節が抜ける脱臼なんて聞いたりすると結構肩が抜けるっていうのをイメージしませんか。それだけやっぱりちょっと抜けやすいっていうのは実際あることなんですよ。で、その関節の安定性を高めてくれるっていうのがインナーマッスルの役割になってきます。どういうことかというと、肩甲骨と、この腕の骨で肩の関節っていうのはできてるんですけども、インナーマッスルが、しっかり働いてくれることで腕の骨を関節の受け皿に引きつけてくれる役割をします。そうすることで、肩の安定性が保たれますので、肩のスムーズな動きが、維持できたりとか、まあ、脱臼しやすい方はそれの予防になったりなんかもしてきます。あとは四十肩や五十肩症状でお悩みの方も改善の方法の一つになりますので、ぜひトレーニングはしていただければと思います。はい、ではトレーニングのやり方になるんですけども、よくインナーマッスルのトレーニングではゴムチューブを使ったトレーニングが結構多いんですけども、なかなかご家庭にはゴムチューブってなかったりしますので、今回はこのペットボトルを使ったトレーニングの方法をお伝えしていきます。でこれ500のペットボトルなんですけども、水を入れて 500g ほどの重さ作っていきます。でトレーニングでこれ以上こう重くしすぎる、例えば2キロ3キロとかってなってくると、動かした時にインナーマッスルではなく表面のアウターマッスルのトレーニングがメインになってしまうので、このぐらいで、十分になってきます。まずは、肩を上げる時に最初に働く筋肉、難しい言葉で棘上筋という筋肉なんですけど、肩甲骨の上側にある筋肉になります。これのトレーニングになります。で、水の入ったペットボトルですね、これを持っていただいて肩幅に足を開いて立ちます。でこの状態で持ってるペットボトルですね、これ親指を内側にぐっとひねってください。でこの状態でちょっと斜め前に、このような角度ですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、真横でもまっすぐ前でもなく斜め前に約30度くらいの角度ですね、このぐらいの角度まで上げる動作を繰り返します。やっぱりゆっくり行ってください。ゆっくり上げて戻すときもゆっくりで、このとき注意なんですけども、上げる角度が大きすぎたりとか、あと上げるときにグッと力を入れてやってしまうと、これも表面のアウターマッスルのトレーニングになってしまいますので、本当に地味にはなるんですけども、ゆっくり上げて戻して、ゆっくり上げて戻して、これの繰り返しになってきます。20回から30回くらい、やってみてください。ちょっと肩甲骨の上あたりですね、この辺にちょっとこう疲労感とか少しこう熱くなるような感じがあれば OK です。はい、今度は、肩を外側に開く動作、外旋という動きになるんですけども、この時に働く筋肉、難しい言葉で、棘下筋という筋肉なんですけども、この外側に開く筋肉の、トレーニングをやっていきます。ベッドで横向きでやっていきます。でやり方としては、下になっている手を、脇の間に挟んでいきます。で、上になっている手でペットボトルを持っていくんですけども、この状態からこの位置までゆっくりとペットボトルを持ち上げていきます。この時ポイントとしては、まずこう挟んだところを開かないでください。上げる時に挟んだまま、そしてこの腕を軸にした形で
持ち上げていきます。ゆっくり持ち上げてゆっくり下ろしていきます。この持ち上げた時にだんだんとこの肩甲骨の後ろ側に少し疲労感とか少し熱くなる感じを覚えてくると思います。これも20回から30回ぐらい行ってください。あとはやはりこれも力を入れてグッと上げたりとか、この角度からもっと広げるように上げてしまうと表面の筋肉のトレーニングになってしまいますので、この動きとこの位置は守りながらトレーニングを行ってください。はい、今度最後ですね、最後は、手を内側にひねるような動作ですね。内側に持ってくる内旋という動作になるんですけども、この時に働く、肩甲下筋という筋肉のトレーニングになってきます。これは仰向けで、やるとやりやすいです。仰向けの状態でちょっと腕の下にタオルを挟んでいます。でこの状態でペットボトルを持って、肘は90度にします。この状態で外側に、持ってきた、この状態がスタートになります。ここから、同じようにこの腕を軸にしていただいて、ぐーっと自分の真上の方ですね、そこまで持ってきます。この位置からゆっくりとここまで持ってきます。これも20回から30回ほどやっていきましょう。これも早くやったり勢いよくやってしまうと大胸筋という胸の筋肉が働いてしまいますので、ゆっくりと行ってください。肩甲下筋って肩甲骨の前側にあるんですけども、なかなかこう効いてる感じっていうのが分かりにくかったりもするんですけども、だんだん20回30回ところをやってると少し肩甲骨の前側あたりに少し疲労感を感じてくると思いますので、ぜひちょっとやってみてください。はい、やり方は覚えられたでしょうか。地味なトレーニングにはなるんですけども、コツコツやることで肩の安定性が高まってきますので、ぜひやってみてくださいね。本日の動画は以上になります。当院のホームページや LINE の方からも健康情報を配信しておりますので、下の概要欄の方からぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本日もご視聴どうもありがとうございました。